ブヒブヒブ、こぶたニュースのお時間です。今回は葉緑体移植法というお話です。動物の細胞に葉緑体を移植。東京大学大学院新領域創生科学研究科の松永幸寛教授、理化学研究所環境資源科学研究センターの豊岡公則上級技師、東京理科大学教養教育研究院の友達也教授、早稲田大学教育総合科学学術院の園池金武教授らの共同研究グループは、2024年10月31日、原始的な藻類子孫から葉緑体を取り出し、ハムスターの培養細胞内に移植することに成功したと発表しました。この葉緑体を持つハムスターの培養細胞は、2日間は光合成活性を保持していましたが、4日目にはチラコイド膜の崩壊とともに活性は減少しました。今後はより長く光合成活性を維持する技術開発と、移植した葉緑体からの酸素量や固定される二酸化炭素量を定量していくとのことです。プラニマル細胞。プラニマル細胞、2018年に松永幸寛教授が提唱した植物の機能を持つ動物細胞のこと、プラントとアニマルに由来する造語、プラニマルから命名された。この研究グループの目標は、植物の能力を動物に付与したプラニマル細胞の創生を目指しています。人類は何万年もかけて人工的に生物種や亜種を生み出してきました。合成生物学によってさらなる創造の未来がやってきます。とはいえ、光合成人間が可能かどうかについて松永教授の見解は、光合成が可能になったとして人間が光合成で生存するためには、シングルテニスコート1面分約195平方メートルの皮膚が必要ですが、実際は大人の皮膚は 1.6 平方メートルなので現状では無理とのことでした。しかし部分的にでも利用できれば、エネルギー摂取量が減り、二酸化炭素の排出量も減ります。低エネルギー状態が可能になれば、長期間の宇宙旅行も可能かもしれません。デメリットとしては、新たな病気が生まれるかもしれません。皆さんはどう思いましたか？少し怖い感じもします。部品か、このような新たに開発された技術は社会からの反発を招くことも多いので、最新知見や未来予測を示して議論を進める必要があると松永教授は考えているようです。人間より小豚さんの方が緑になる時期が早そうだなと思った環境活動家は、チャンネル登録よろしくです。ブヒ、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブーヒー。